どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。2024年冬アニメも続々と最終回迎えとるな。3ヶ月なんてあっという間だよね。冬アニメはそこまで盛り上がった感じがないけど、春アニメはいろいろと期待できるものも多そうだから楽しみだね。人気者も多い印象やけど、果たしてどうなるか。そんなわけで今日のレビューはこちら。即死チートが最強すぎて異世界の奴らがまるで相手にならないんですが、だよ。なろうやー。その通り。この作品も原作は小説家になろうで連載されてた作品なんだ。まあ他タイトルで全てを察するタイプか。どうせ俺つえーで奴隷ヒロインゲットしてハーレムで成り上がっていくんやろ。タイトルから想像できるのはその手の作品だよね。だけどこの作品、小説家になろうという媒体で連載されてた作品に対するアンチテーゼになってる部分があるんだ。アンチテーゼ？1話冒頭、主人公は異世界にクラスメイトと共にいきなり飛ばされるんだ。クラスメイトと一緒にパターンか。主人公はかなり冷静なんだ。異世界転移したのに、その間に眠りこけてる始末で、目を覚ますと、自分とヒロイン以外はいなくなってるんだ。のんきやな。主人公と、そのクラスメイトが異世界に転移したのは、きちんと理由があるんだ。彼らは、異世界の賢者の一人によって、賢者候補として召喚されたんだ。ほう。クラスメイトたちには賢者から、ギフトと呼ばれる特殊能力を与えられるんだ。でも、ミッションをクリアして賢者にならないと、彼らは、家畜同然の扱いを受けてしまう。かなりシリアスな展開やな。ある種のデスゲーム状態なんだよね。力を手に入れたクラスメイトはヒャッハ状態で平気でクラスメイトであろうと殺すし、置いてけぼりにする始末。状況把握能力が高いな。展開もかなり早いんだ。ポンポン。クラスメイトが死んでいって、性格の悪いキャラも多いからこそ、見てて爽快感すらあるんだよね。なんか、いつものナルオとは趣がちゃう感じやな。主人公とヒロインは、クラスメイトに置いてけぼりにされるんだ。そんな状況を知った主人公は、あっさりと自分を置いていったクラスメイトを敵とみなして殺そうとする。彼の能力は、賢者から与えられたものではないんだ。元の世界から持ってる能力で、これが規格外なんだ。どれくらい？おそらく、ありとあらゆる、ナロー系主人公の中でも、間違いなく最強だよ。はあ、断言できるほどなん。ナロー系主人公といえば、僕が考えた最強の主人公レベルで、ステータスマックスは、当たり前、ありとあらゆるスキルを覚えて、全属性魔法を使えるんやぞ。彼の能力は、わかりやすいんだ。任意の相手を即死させる。主人公が、そう考えるだけでいいし。自分に殺意を向けただけで、オートで殺すこともできる。くさ、めっちゃ規格外やんけ。相手が、かつて、魔王を倒した異世界転移経験者であろうと、どれだけのチート能力を持って、異様が関係ない。彼が念じるだけで、あっさりと死ぬんだ。しかも、殺意向けただけで、能力自動発動して殺されるって、えげつなさすぎるやろ。これが、まさに、ナロー系作品へのアンチテーゼなんだ。神様からもらった能力が、どれほどあろうと、ステータスが9999だろうと、全属性の魔法を使いようが、どれだけのスキルを持って、異様が関係ない。彼は、すべてのナロー系主人公の頂点にいるんだ。いよいよ、ナロー系主人公のチートも極まった感あるな。話が進めば進むほど、いろいろな能力者が現れるんだ。勇者の称号を持つ者、いろいろな賢者、タイムリープ能力持ち、そもそも、生きてすらいないゾンビみたいな不死者。勇者や賢者はともかく、不死者はあかんのやない。もともと死んどるんやもん。関係ないよ。ええ、不死者であろうが、機械生命体であろうが、動いてれば生きてると、主人公が認識して、殺すことができるし、どれだけ相手が遠くにいようが殺意の元をたぐって殺せる。目の前にいなくても殺せるってヤバすぎないですか。たとえレベルが毎秒上がり続けて1億を超えている化け物であろうが関係ないんだ。レベルもステータスもスキルも彼に殺意を向けた時点で終わる。くさ、あかん。スマホ太郎やデスマジローもこの作品の主人公の前ではカスやんけ。設定だけで言えば確実に最強なんだ。例えば相手が自分の分身体を差し向けてきても分身から大元の本体を殺せるし、命だけでなく、衝撃とか、概念的なものまで殺せる。怖い、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 怖い。もうね、バカスココシンで行くんだ。調子に乗ったチート能力者たち、特別な能力を持った美少女をはべらせてる能力者だって、彼に殺意を向けたら、あっさりと死ぬ。雑にチート能力者が死んでいく。どこかで見たことがあるような能力者も多いんだ。タイムリープ能力もそうだし、もう、大賢者みたいな能力を持ってるキャラもいる。でも、関係ない。関係ないんか。一時期チートスレイヤーっていう漫画が、いろいろなナロー主人公を彷彿とさせるパロディキャラをたくさん出してて話題になって炎上して打ち切りになったんだけど、それに近いことをしてるんだよね。これが本当のチートスレイヤーやな。ギリギリ怒られないラインの能力、それっぽい適当なキャラデザで、メタ的にそれを描いてるんだよね。そこは狙ってやっとると？狙ってギャグアニメ的にしてるんだ。キャラクター数はかなり多くて、キャラが出るたびに、名前のテロップと能力紹介が出てくるけど、それを覚える前に、そのキャラが死んでしまう。紹介した意味、これもある意味狙ってやってるんじゃないかと思うんだ。過去のナロー系作品の主人公を、
少し彷彿とさせるキャラが出てきて、そんなキャラが名前を覚える、間もなく死んでいく、過去の涼系作品の主人公の名前すら覚えてない人が多いことを暗喩してるのかもしれないね。確かに、スマホ太郎の主人公の名前、マジで思い出せないわ。ストーリー的にはシンプルなんだ。彼は、ただ元の世界に戻りたいだけ。ヒロインと共に帰るための手段を探しながら、自分を狙ってくる敵を一瞬で殺し続けてる。それやとマンネリ化しそうやけどな。そこもギリギリ避けてる感じだね。パターン化はしてるんだけど、マンネリにはなってない、ギリギリのラインで抑えてる。なんかものすごい絶妙なバランス感覚で作られてる作品に思えてきたわ。主人公は元の世界では子供時代からその能力が故に隔離して監視されて育てられてたんだ。かわいそう。1クールの中でそれが断片的に描かれてる。かつて名前すらなかった彼がとある女性と出会ったことで、人らしい生活を、知識を、常識を得て、自らの力の使い方とどう使うのかを学んだんだ。倫理観が備わったんか。そんなバックボーンをきちんと描くことで、ろくに前世での主人公のエピソードを描かないスータのナロー系への当てつけにもなってるんだ。くさ、下手したら前世とかさらっとしか描かず、元の世界に戻ろうともしない主人公多いですからね。異世界転移した主人公のクラスメイト以外にも、異世界には女神や守護霊から力をもらった者もいるんだ。ガチャでアイテムをもらう能力だったり、剣王だったり、聖騎士だったり、いろいろと出てくるが関係ない。主人公に敵意を抱いた時点で死ぬ。もう大量に死んでいく。すさまじいな。本来この能力を真面目に描いてしまうと、ただただチートなだけでつまらない、いかにもナナロー系アニメで終わってしまうんだけど、この作品はチートなナナロー系主人公をさらなる僕が考えた最強のチート能力で上回って即死させることでギャグアニメとして成立させている作品なんだ。ギャグアニメって断言しましたね。作画ははっきり言って悪いんだ。そもそも主人公の戦闘シーンと呼べるものが短いんだよね。そら死ねって思うだけで瞬殺やもんな。だからこそではあるんだけど、アニメーションっていうより一枚絵をつないでるようなシーンも多いんだ。でもギャグアニメなら別に作画のクオリティは求めてない。くさ、せやな。出てきたキャラの9割くらいは終盤には死んでるんだ。こういう状況だからこそ逆に誰が生き残るのかが気になるところなんだよね。デスゲームものみたいな部分もあるからこそやな。終盤になると賢者がクラスメイト同士に殺し合いをさせるんだ。そんな殺し合いの最中で主人公はあっさりとクラスメイトを殺し、自分を召喚した賢者ですら部分的に殺す。なんやねん部分的に殺すって。そんな賢者を飲み込んだ魔人もあっさり殺して、元の世界に戻るための手段の一つである賢者の石を集めるために他の賢者のところに行くってところで1クールは終わってるんだ。なるほど、俺たちの戦いはこれからで終わってるんか。そこがもったいなくはあるんだけど、どうして主人公にここまでのチート能力があるのかとか、彼を監視している組織の一員が同じく異世界召喚されてたりと気になる部分もあるんだ。そこら辺深掘りしてくれればもっと面白くなりそうやな。自分に殺意を向けた者をあっさりと殺す畏怖すべき存在ではあるんだけど、ヒロインは彼のことを徐々に理解して自分を守るために他者を殺す彼を肯定してくれるんだ。おお、理解者やんけ。そんなラブコメ的なニュアンスもほのめかしてて、そのあたりも気になるところだね。安易にハーレム要素にならへんの早えな。主人公についてくる女性キャラも終盤は増えるんだけど、好意を抱いてるのはメインヒロインともう一人くらいで、他の女性キャラは彼に対して好意ではなく恐怖を抱いてるからこそ逆らわずついていく感じなんだ。なんかこうその辺もちゃんとしとるんよな。奴隷の立場から救ってあげてみたいな安易な展開がないのはすごいな。タイトルと1話の序盤の時点ではいつものナローアニメに見えてしまうんだけど、少し話が進んでくるとナロー系作品に対するアンチテーゼとしてこの作品が作られてることが伝わると思うんだ。これが真のチートスレイヤーやな。普段ナロー系アニメは苦手で見ないって人もこの作品は楽しめるかもしれないね。メタ的に作られてる部分もありますし、そこが分かれば楽しめる作品やな。名作ってほど手放しに絶賛できる作品ではないんだけど、作品のコンセプトが分かりやすくて、ギャグアニメとしてメインヒロインがきちんとツッコミ役として存在してるんだ。チート自体がこの作品ではギャグアニメにおけるボケになっとるんやな。真面目なファンタジーアニメ、いつものナローアニメとして見るんじゃなくてギャグアニメとして見ると楽しめる作品だったよ。ほなまた次回。じゃん。